Yeah. From the BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. はい、かけるしです。今日はですね、機械学習のソースコードについて具体的にね、動画で、示していきたいと思うんですが、これ Python を使った、これ Google コラボラトリーっていうものがあります。これ Gmail さえあればできるので、G ドライブの中から、作っていただいてですね、こういうふうにですね、まず計算を、ちょっとしていただければと思います。で、こういうふうにですね、計算すると、これを 1÷3 は x として、x という変数にこれを入れます。で、その後 x で、書くとですね、一番下の値がこれ出てくるんですね。2÷3 だと y だとしたら、この y が、2÷3した値がこの y に入って、この y の下のところが表示されます。で、これで、両方こういうふうに一列書くとですね、下の方しか、表示されません。まあそういった指標になって、仕様になっていると、思っていただいてもいいんですが、最後の行に限らずですね、変数の、内容を表示したい場合にはプリントって使いますね。で、まあ、このようにですね、セル内の最後の Y の表示部分だけ表示されている、セル内の途中の X っていうのは基本的に出ないってなってるんですね。これをなんとかしたいときはプリントを使います。で、プリントかなり使いますね。機械学習で予想した後にこういうふうにですね、アンサーの値をこういうふうに出したりして。で、プリントの出し方も面白くてですね、このダブルコーテンションでくくってる物が、文字ですよね、X が出る。で、プラス、スティールの X にすると、ここの X に入ってるものが、ここに出てくるわけですね。このようにですね、スティールを使うことによって、このように、明示的な表記にすることができます。で、あとはですね、このウェイトの、この、なんて言ってるんですかね。この記号ありますね。この記号ですね。ここですね。この記号に、このちょっと、なみなみっとした括弧のところに、このフォーマット X ってつけるとですね、ここの X の値がこの中に入ってくれて、ウェイト、この中の値、キログラムって表示することができるみたいなんですね。で自分で、まあ自分自身にですね、機械学習で予想した値をこういう風に出したいなと、するときにですね、バーって、長いソースコードをするとですね、どこの値かなって結構なること多いんですね。だからこのフォーマットって使うとかなり便利なのがわかりますね。これに入ってくる。で、これは0を1、2とするとですね、この z で新しく 4×4 を z の中に入れると、さっきのこの x と y というのもここで定義されているので、x には 0.3、y には 0.666。が入ってて次に Z を作ってしまって 4×4 を Z の中に入れますし C16 で16っていう数字が入りますね。 XYZ にそれぞれ数字が入っています。これをプリントで表示させたいときに X には0が入って Y には1が入って Z には2が入るっていう形になるんですね。これ再生するとこうなりますね。こういうふうにプリントすることができます。じゃあこれ X と Y とかね、これずらしてみても面白いかもしれないですね。これ、例えば、ここを Z にして、ここを X にすると、どうなりますかね。こうなりました。つまり、Z、これ順番ですね。0番目のところに Z、フォーマットの順番目ですね。ここが Z、0番目が Z、で1番目が Y、で2番目が X という形で、この値が入るといったところですね。これ X と Y 逆にしてみると分かると思うんですが、X と Y を確認してみると、このようにですね、それぞれ0、1、2で順番で入っていく。だからこれ0、1、2、3、4とか多分出ると思いますね。で、ここはですね、小数桁数長いですね。0.3333。ちょっと変えてみますか。上と一緒にするんであれば、まあ、ここをコピペすればいいだけなんで、こんな感じですね。こういうふうにですね、上の 0.03333 ってこれ長いんで、ここですね、こんな感じで、1の場所に、2の場所に、こうするとですね、ダブルコーテーション、ピリオド、2F とすると小数桁数2まで表示されます。16.200。まあ余計に出ますね、これの場合ね、整数の場合。これ7まで出すと面白いことになる。こういうふうにですね、桁数結構、選んだり、合わせたりすることができますので、まあ、こういった方法もありですね。
8だと5分調整することができます。であとはですね、2次関数ですねに関してこれ def、ここからちょっと一気に難しくなるかもしれないんですが、 def というのを僕かなり使うんです。これすごい便利です。 def というのは、関数ですね。関数はこれ変数 x、をこれ定義して、ファンクション2 fun2 っていうこれ関数、これ名前何でもいいんですよ。fun2 って今回付けさせてもらって、で、ここに x を入れる。この変数が、ここに入ってリターンされるよと。変数に x、この x に入れた、このファンクション、この関数のこの変数に入れたこの x がここに入って、かける x、かける、x 引く2。これが出るわけです。じゃあ、ここにね、1入れたときどうなるかっていうと、ファンクション2。に1入れると、それをプリントでアンサーする。つまり、ここの x に1が入って、1引く2、マイナス1ですね。かける1。かける1引く2。つまり、1引く、マイナス1かける1かけるマイナス1になるんで、答えは1ですね。じゃあ、これ2を入れると、ここが0になるから、かけ算しても0。じゃあ、3を入れると、1かけ3かけ3、3ですね。4を入れると、2×4×2、16ですね。っていう感じでですね、どんどん上がっていきます。6までやってみまして。で、これを、まあ、これが、例えば10まで、こんな何回もファンクション使うのめんどくさいんで、その時にですね、便利なのがレンジです。このレンジはですね、1から10までの、ものを生成してくれると。で、このレンジ僕結構、ちゃんとね、使えてなかったんで、今後これ結構覚えると便利だなと思うんですが、この、レンジってリストと同様の方法で要素を参照することができるんだけど、要素を書き換えることはできないんですね。で、ちょっとこの、リストに似てるんですけど、このリストってレンジ型と言われるメモリーに、接続した形のデータになるんですよ。だから、これ、プリントすると、レンジ1から10って出ちゃうんですね。これ、あれって僕も最初思ったんですよ。で、これをリストにしたいときに、リストのレンジの1から10ってやると、こんな風にですね、1から10までの整数が生成される。そうですね。これ、こうやってみると、ちょっと、1から10じゃないですね。1から11にするといいかな。だから01に、0から始まるんですよね、Python で。なんで、0から本当は入る。だからこれ、レンジの0からってやれば、これだと11個ですね。11個の整数が生成される。で、これで for文に入れます。for文 i、リスト1から10。これですね。0から10までのものを、入ったのを、ファンクション、i 分繰り返せると。だからこれ0が入って、まず、ファンクション2の0の時で、アンサーに入って、こう、プリントアンサーされる。これが、0の時に1。あ、1じゃないか。これちょっとやってみましょう。これ11回繰り返されるわけです。最初は0がここに入って、次に1がここに入って、この計算をする。2がここに入って、さっきの関数が予定されて、これをする。こういう感じでですね、レンジを使うとうまくいろいろなことができます。さらにこれを、ちゃんとデータとして記録したい場合ですね、空のリストを作って、そこにアペンドをさせますね。で、こういうふうに、アペンドさせて、ここから計算した値を出したのが、こういう形になります。で、これがですね、計算式で、今回やったその、def ですね、を表すと、あるかな。最後、これをですね、表すと、3次関数と呼ばれるものになるみたいですね。で、これを3次関数で表すと、さっきやったソースコードが、これですね。この計算って、3次関数で表すと、あ、これ以上下がらない。ちょっと
ちょっと大きく書きすぎましたね。x-2×x-2 なんですよ。こういうことになるんですね。ここで数学がちょっと生きてきますね。こんな、これを、この式って結構論文とかで見るとこういう式とか出てくると思うんですが、こんな感じの式って何かなと思ったときに、これ Python のソースコードで、論文だとこのソースコード載ってないこともあるんですよね。オープンソースじゃなく。でもこの式があれば、この論文で書いてある、あ、ここってつまりこういうことなんだと。def ファンクション2が x、return x-2×x、x-2、あ、そういうことかと。こういう、関数を作って、それを、利用すればいいんだなっていうのが、わかると思います。で、こういうのをですね、今度は、グラフにすることもできますので、まあ、ちょっとまた時間ができたらですね、グラフをする動画とかも撮っていきたいと思います。今日は以上、見ていただいてありがとうございました。Yeah. From the park train to a tour bus. To the same game, except I'm pulling more sluts, more butts.